国陸海軍はめ西太平洋においてアメリカ、リと戦闘状態に入れる一方、9時10分に小核、隋核を発艦した K69 機の機動部隊攻撃隊は高度3000メートルを南南西に向け飛行していました。 第17任務部隊への直接を終え、飛と途中だった昇格作敵機艦の建造飛走長機を攻撃隊各機が指認したのは10時35分頃だったとされています。攻撃隊を指認した艦の機は、味方機を敵艦隊に確実に導くため、再度反転して攻撃隊の先頭に位置します。味方機と合同し、敵艦隊へ誘導することを伝える艦の機からの最後の報告が打電されたのは10時45分でした。 反応機は9時55分の直接打ち切りの段階ですでに燃料に余裕がなかったと思われこの反転は燃料不足で未期間となることを覚悟の上での行動でした10時55分空母ヨークタウンのレーダーが北北東68海里に日本軍機の編隊を捉えます10時58分には空母レキシントンの戦闘機管制士官が第17任務部隊上空の戦闘機の指揮を開始します 当時任務部隊上空には8機の F4F が紹介飛行中でしたがすでに燃料に余裕がなかったため戦闘機管制士官はこの8機を艦隊上空に呼び戻し新たな戦闘機の発艦を要請しますこの結果生じた数分間のタイムロスはこの日の擁撃が失敗に終わる一つの要因となりました11時1分以降レキシントンから F4F5 機と SBD5 機 ヨークタウンから F4F4 機が発艦します第17任務部隊に残存する17機の F4F は全機発艦し、SBD も23機のうち16機が低空で雷撃機に備えていました。この日の揚撃で最大のネックとなったのは当時の対空警戒レーダーが2次元レーダーだったことです。2次元レーダーは方位と高度を同時に測定することができないため多くの揚撃局面において、 戦闘機管制士官は目標の距離と方位については正確な情報を把握していたものの高度については目標に接近した戦闘機の報告によって初めて正確な情報を知ることになりましたそのため目標に接近する戦闘機への高度の指示はレーダーディスプレイから目標の機種や機数を推測しその侵入高度を予想するという手法で行われていましたが当時のディスプレイはオシロスコープの波形から 目標の奇数や奇種を読み取らなければならず、その正確性には限界がありました。11時1分、レキシントンを発艦したラムゼー少佐率いる5機の F4F は、レキシントンの戦闘機管制士官から高度約3000メートルで、南南西約30海里の地点に向かうよう指示を受けます。11時5分、艦の機に誘導された機動部隊の攻撃隊は、東南東に航行する第17任務部隊を発見します。 この日の晴天と揚撃完管制の遅れにより、攻撃隊は敵戦闘機の揚撃を受ける前に敵艦隊を発見しました。11時7分、レキシントンの戦闘機管制士官は、ラムゼー少佐率いる5機の F4F のうち2機に対し、雷撃機に備えて低空に降下するよう指示します。これは低層の雲のため、高度3000メートル付近からでは、雷撃機を見逃すリスクがあることを考慮した措置でした。 さらに、11時8分には、ヨークタウンから発艦したジェームズ・フラットレー少佐率いる4機の F4F に対し、高度約300メートルで、北北東20カイリの地点に向かうよう指示します。低空からの雷撃機の侵入に備えた、この2つの判断は完全に誤りであり、この日の溶撃の失敗をほぼ決定づけました。動画、三五回海戦2で述べたように、雷装状態での TBD の最高時速は九十四キロにとどまり、 爆走した SBD とともに高高度を高速で飛行することは困難でした8日の攻撃の際も、来走した TBD は SBD とは分離して高度100メートル以下を飛行して機動部隊まで到達しておりレキシントンの戦闘機管制士官による低高度への戦闘機体の配備は日本側の雷撃機の性能と運用が TBD と同様であることを前提にしたものでしたしかし実際には97式艦航は 来装状態で300キロ前後の最高速を誇り比較的高高度を救急式艦爆と編隊を組んで飛行することが可能でしたこのため低空に向かった6機の f4f は日本軍機の攻撃の事前阻止に何ら貢献せずに終わることになりますレキシントン艦長シャーマン大佐は報告の中でレキシントンの戦闘機艦製士官フランクギル隊員の指揮に問題があったことを示唆していますしかし。か シャーマン大佐の発案による SBD の低空配置も日本軍雷撃機の阻止に何ら貢献しなかった点では同じでしたアメリカ側の各種分析で見落とされているのはこの日第17任務部隊を襲った機動部隊攻撃隊が極めて大規模であった点です18機の冷戦に護衛された計51機の雷爆連合というこの日の攻撃隊の規模は1942年に展開された 計4回の日米空母決戦において、日本側が送り出した一派あたりの攻撃隊としては、最も大規模なものでした。この日の米側戦闘機は17機に過ぎず、戦闘機定数が増強され、揚撃能力が強化されたミッドウェイ海戦以降の戦いでも、より小規模な日本軍攻撃隊を阻止できず、空母喪失を繰り返していることから考えて、仮にこの日の揚撃完成が最も理想的に行われたとしても、 日本側の攻撃を有効に阻止することはおそらく困難だったと思われます11時9分第17任務部隊の北北東20海里の海上を高度 3000m で飛行していたラムゼー少佐は数百 m 上空を反対方向に向かう敵機の大群を目撃ラムゼー少佐ら3機の F4F は反転上昇して敵編隊を追尾します著作により記述にばらつきがありますが ラムゼー少佐らは遭遇した敵機の高度を報告しなかったため、レキシントンの戦闘機管制士官は敵機の侵入高度の情報を依然入手できない状態でした。11時10分、攻撃隊指機官高橋角一少佐はトレンソウ全軍突撃戦王打電攻撃隊は観光隊と艦爆隊に分離します。11時13分、第17任務部隊は接近する日本軍機を指認。 速度を28ノットに増速、各艦は対空射撃を開始します。低空を北北東に向かうフラットレー・塩空6機は、はるか上空を通過する日本軍機に気づかないままでした。日本軍機が第17任務部隊上空に到達すると、IFF を搭載していない米軍機との識別は不可能なため、戦闘機擁撃管制は機能停止状態に陥りました。日本軍機の任務部隊上空到達以前に敵機と交戦したのは、 おそらくラム税小さ以下3機の F4F のみだったと考えられています当時第17任務部隊は2隻の空母を中心に5隻の巡洋艦と7隻の駆逐艦で臨境陣を形成していました攻撃隊のうち観光隊は冷戦隊を伴って直進艦爆隊は東から回り込む形で2隻の空母に接近しました第17任務部隊上空の F4F と 観光隊に随伴する冷戦隊の空中戦が始まったのは11時17分でした。低空を紹介中の SBD は、予想外の高速で頭上を通過する97式艦国を見送った後、降下してきた冷戦隊の攻撃を受け、極めて短時間のうちに4機が撃墜されました。レキシントンに対して、最も早く攻撃を行ったのは、随格観光隊第2中隊佐藤全一隊位率いる4機でした。 この4機は接近途中に、レキシントン第二戦闘飛行隊エドワード・セルストロム小運の攻撃を受け、最後尾を飛行していた井出原晴信に飛走機が撃墜され、魚雷を発射したのは3機でした。しかし、レキシントン左舷から発射された3本の魚雷は、シャーマン艦長によってすべて回避され、魚雷投下直後、2番機、山田はじめ一飛走機が、5インチ砲弾の直撃を受けて空中分解し、さらに離脱直後に。 三番機機長、真野武義総長が、銃弾を受けて偵察席で戦死するなど、大きな損害を受けます。続いて、市原達夫隊率いる昇格観光隊が、左源から6機、右源から4機に分かれて、レキシントンに接近します。昇格観光隊も、右源の4機のうち、魚雷投下前に、関富士長寺一飛頭機と岩村勝夫隊機が、対空砲火により撃墜され、左源の6機も、うち2機は、 レキシントンへの射程につけず、従順ミネアポリスに魚雷を発射。さらに、レキシントンに魚雷を発射した4機のうち、矢野紀夫大域が魚雷投下直後に対空砲火により炎上し、レキシントン原則付近の海面に墜落するなど、大きな損害を受けます。しかし、レキシントンに発射された6本の魚雷のうち、1本が11時20分、同艦左舷全部に命中。この魚雷は 水下の航空機用ガソリンタンクを破損させ、タンクから漏れたガソリンが、気化した状態で艦内に充満していきます。さらに、11時21分には、左舷中央にも1本が命中。3つの艦室への浸水により、レキシントンは左舷に6度傾斜し、速度が24ノットに低下します。昇格艦爆隊19機によるレキシントンへの爆撃は、魚雷命中とほぼ同時に開始されました。 来撃機への対応に追われていたレキシントンでは、艦爆の発見が遅れ、艦爆隊は敵戦闘機や対空砲火による妨害をほとんど受けることなく、攻撃位置につくことができました。11時23分、左辺全部に250キロ陸用爆弾1発が命中。破片により、対空射撃中だった5インチ砲の捜査要員に、多数の死傷者が発生しましたが、着発進艦の陸用爆弾だったため、 船体への被害は限定的でした続いて右辺煙突付近の甲板に2発目が命中しかしこれも船体への被害は限定的でしたレキシントンは魚雷2本と爆弾2発を受けさらに数発の資金弾により若干の浸水がありましたがこの時点での被害は深刻なものではなく火災の沈下と応急修理により間もなく航空機の発着が可能となります しかし日本側はサラトガ型空母に魚雷9本と爆弾10発の命中を報告同艦の撃沈を確実と判断します一方空母ヨークタウンへの攻撃は髄格艦航隊島崎重和小皿4機による雷撃を皮切りに開始されましたしかしヨークタウン左舷に投下された4本の魚雷はヨークタウン艦長バックマスター大佐によって全て回避され魚雷投下直後 上空警戒の F4F により4番機、日渡し高安に飛走機が撃墜されます。随格艦爆隊14機による急降下爆撃は11時24分に開始されました。観光隊から数分後の攻撃となったため、ヨークタウンの対空砲火は艦爆隊に集中、登壇の前後に、葛原大域と上岡に飛走機の2機がそれぞれ撃墜されました。また 随格艦爆退避機関、エマ・タモツ大域の望遠鏡式照準機が急降下中に氷結するなど、SBD と同様のトラブルが報告されていますが、それでも11時27分、投下された爆弾の一発が、ヨークタウンの後部エレベーター付近の飛行艦板に命中します。この爆弾は、格納庫艦板を貫通して、艦内で爆発、41名を即死させるとともに、廃棄炎路に損傷を与えたため、ヨークタウンは、 3つののを閉鎖その速力は24ノットに低下しますヨークタウンはさらに数発の試金弾を受け11時31分にはレーダーが一時的に使用不能となりまた左舷燃料タンクから重油が漏えいするなどの損傷が発生しましたが戦闘航海に支障はなく航空機の発着も可能でしたしかし日本側はヨークタウンに魚雷3本と爆弾発発の命中を報告 ンンントン同様ヨークタウンもししたものと判断しますアメリカ側同様、日本側の戦果報告もかなり過大なものでした。日本側の攻撃は11時31分頃に終了しました。この時点での攻撃隊の損害は、艦爆2機と艦航4機でしたが、その後、一途中に F4F と SBD の追撃を受け、デボイネに不時着した髄核冷戦隊の1機を含め、 最終的に20機が未となります攻撃退避機関高橋拓一少佐機も未機関となりました高橋少佐は自らの爆撃終了後敵艦隊上空にとどまり戦火確認を行っている途中敵戦闘機の攻撃を受けて撃墜されたと考えられています揚撃戦闘におけるアメリカ側損害はいくつかの説があるものの少なくとも4機の F4F と5機の SBD が失われました 冷戦隊の損害はデボイネに不時着した1機のみであり、第17任務部隊上空では、冷戦優位の空中戦が行われたと思われます。これ以外には、作敵の97式艦攻、艦の飛走長期も未期間となりました。12時20分、爆撃により飛行艦艦を損傷し、航空機の運用が不可能となった昇格は、攻撃隊収容欧髄に依頼し、北方に退避を開始します。 12時22分ヨークタウンはレーダーの修理を完了さらに攻撃隊の収容作業を開始し13時頃までに前期の収容を終えます12時33分レキシントンは艦内火災を全て消火また浸水した艦室の排水作業もまもなく完了しますしかし全部航空機用燃料タンクから漏洩したガソリンはしかして艦内に10万室つありました 12時41分には、シカ管食堂でガソリンの強い異臭がすると、ブリッジに報告が行われます。最初の爆発が起きたのは12時47分でした。これは発電機のモーターのスパークが気化ガソリンを引火させたものであり、25名が死亡、管内に火災が発生するとともに、航空機への燃料供給が不可能となります。13時10分、随閣は攻撃隊の収容を開始します。 昇格が北方に退避したため、攻撃隊と上空直撃機は、すべて随格に着艦する必要があり、着艦待ちの間に燃料不足となった9機が、機動部隊周辺の洋上に不時着します。さらに着艦した機体の中で、損傷の大きな12機は、飛行艦板から海中に投棄され、使用可能機数は40機未満に減少します。収容作業は、十四時三十分頃に終了しますが、航司令部は 使用可能機数の少なさから敵艦隊への再攻撃は不可能と判断します13時20分レキシントンは攻撃隊の収容を開始します14時14分までに27機を収容しましたしかし艦内では小規模な爆発と火災が各所で相次ぎ状況は次第に深刻なものとなりつつありましたヨークタウンのフレッチャー少将は ヨークタウンのこの時点での使用可能機が29機にまで減少していること、および日本空母1隻が未だ健在であることを考慮し、一旦南下して日本艦隊と距離を置いた後、翌日再攻撃を行うことを決意します。14時45分、レキシントン管内で2度目の大爆発が発生、この爆発による火災の延焼は、艦室と機械室での乗員の作業を困難なものとし、 レキシントンの動力と電源は次第に失われていきます15時00分、5航船司令部から使用可能機数の報告を受けた MO 機動部隊司令部は、戦場から離脱するため、艦隊に北上を命じます。15時25分、レキシントン管内、左舷中央付近で、3度目の大爆発が発生、この大爆発により、レキシントンは電源を喪失し、自力での消火活動が極めて困難となります。 レキシントン周囲には駆逐艦が集まり、消火活動を行いますが、火災は拡大の一途をたどります。16時00分、ラバウルの第4艦隊司令部は、MO 機動部隊司令部の判断を追認する形で、機動部隊に北上を命じ、さらに16時20分には MO 作戦延期を発令します。当時、ポートモレスビーとオーストラリア北部には、 アメリカ陸軍航空軍の戦闘機及び爆撃機が200機以上展開しており、五航船がその航空戦力の大半を失った以上、MO 攻略部隊の輸送船団がサン回海を安全に航行して、ポートモレスビーで上陸作戦を実施するのは困難であり、この判断は妥当なものでした。しかし、この判断は、後に連合艦隊司令部を中心に、多くの批判を呼び、前線指揮官としての井上中将に対する。 ネガティブな評価を決定的なものとします一方レキシントンの火災は15時25分の大爆発以降制御不能の状態に陥りつつありました乗員の多くは艦内を脱出し飛行甲板完備に集まっていました第二戦闘飛行隊の搭乗員ノエルゲイバー隊員は集まっていた乗員の間で食堂でアイスクリームが食べ放題であるという噂が広まりかなりの乗員が 再度館内に戻っていったことを記憶していますレキシントン左舷後部にはアイスクリーム製造機があり沈没前に冷蔵庫が何者かによって解放され残ったアイスクリームが乗員たちに大盤振る舞いされていました心ゆくまでアイスクリームを詰め込んだ彼らの多くは総員退官後に重油混じりの海水を飲み食べたものを全て戻すことになりますレキシントン乗員の多くは二十歳か まだそれに満たない若者たちでした17時7分、レキシントン艦長シャーマン大佐はフィッチ少将からの助言を受け、総員退官を命令します上院の退官は1時間ほどかけて行われ、最後にシャーマン艦長がレキシントンを離れたのは18時過ぎでした。レキシントンが最後の大爆発を起こしたのは18時10分頃でした。19時15分以降、 駆逐艦フェルプスから計5本の魚雷が発射され、レキシントンが日没後の産後海に姿を消したのは19時52分でした。レキシントン乗員2951人のうち216人が犠牲となり、また36機の航空機もレキシントンとともに失われました。レキシントン沈没後、第17任務部隊は20ノットで南下を開始し、戦場を離脱します。こうして 海,海戦の全戦闘が終了しましたレキシントンの沈没によりサンゴ海海戦における日米艦艇の損失のバランスシートは逆転します3万6000トンの大型空母の喪失は1万1000トンの軽空母の喪失よりも大きなダメージでありアメリカ太平洋艦隊の作戦行動可能な空母は再度3隻へと減少しましたししかし見落とされがちなのは 搭乗員のの損失の日米差です。1942年の4度の日米空母決戦で日本側の搭乗員の損失はミッドウェイ海戦を除く3つの海戦でアメリカ側を上回っておりこれはセルフシーリングタンクや防弾鋼板など防御面での日本海軍機の欠点が明確に現れた結果でした日本海軍機の防御力は米海軍機と比較した場合はもちろん同時代の日本陸軍機と比べても脆弱でした これは一度きりの艦隊決戦で勝利を得るためには防御には目をつぶり持てるリソースをすべて攻撃に振り向ける方が得策であるという日本海軍の戦略的ポリシーに基づくものでしたしかし実際の日米戦争は日本海軍が戦前想定していたような日米主力艦同士の艦隊決戦とその勝利による戦争の早期終結というプロセスはたどらず複数回にわたる激烈な空母航空戦と 長期間にわたる基地航空隊同士の消耗戦が、戦闘の中心となりました。その結果、海軍航空隊は、1942年半ば以降、想定外の搭乗員大量喪失に直面することになります。日本海軍機の防御面での脆弱性は、個々の海戦では大きな弱点として認識されませんでしたが、長期的な視野で見た場合、搭乗員の大量要請に出遅れたこととともに、 海軍航空隊水防の最大の要因となりますサン海海戦は空母艦上機の消耗により日米双方が戦闘海域から艦隊を退避させることで終了しましたが空母とその航空部隊以外にほとんど損害がないにもかかわらず艦隊を後退させた前線指揮官の判断はその後日米双方で批判にさらされることになります MO 機動部隊の退避を追認した後 MO 作戦そのものの延期を発令した井上中将の判断に強い不満を持ったのは山本長官以下連合艦隊司令部でした16時20分の第4艦隊司令部の MO 作戦延期発令に対し連合艦隊司令部は20時00分後期に乗じて全敵を極力殲滅するよう発信し MO 機動部隊の反転と敵艦隊の追撃を命じます連合艦隊司令部も翌1日には MO 攻略作戦の延期を決定し、燃料補給後に一時南下していた機動部隊も再度北上しますが、山本長官以下、連合艦隊司令部は、MO 作戦失敗と、残存する敵艦隊を撃ち漏らした原因は、井上中将の消極的な指揮によるものと捉えていました。しかし、すでに述べたように、五航戦の航空戦力が減少した時点で、MO 作戦延期を決定した井上中将の判断は妥当なものでした。 さらに、動画「サン回海海戦1」で述べたように、この戦いで、日本側が決定的な勝利を得られなかった最大の原因は、使用可能な6隻の空母すべてを MO 作戦に投入せず、最も連度の低い、5航戦の2隻の空母のみを投入した、山本長官以下、連合艦隊司令部の判断の甘さにありました。連合艦隊司令部による井上中将への批判は、自らの作戦レベルでの判断ミスを棚に上げ、 前線指揮官の個人的資質や戦術レベルでの判断ミスに作戦失敗の責任を転嫁するものであり彼らのこうした姿勢はミッドウェー海戦においても継続することになります一方アメリカ海軍において第十七任務部隊指揮官フレッチャー少将に強い不満を持ったのは合衆国艦隊司令長官アーネスト・キング大将でしたキングのフレッチャーへの憤りはフレッチャーが キングの家以来する海軍省航海局出身者であったこと、また、キングが艦長を務め、深い愛着を持っていたベキシントンが、この戦いで失われたことなど、キングの個人的事情による私奮の要素が強いものでしたが、その批判がフレッチャーの消極的指揮に向けられた点では、日本側と同じでした。キングの批判の容姿は、8日の戦いで空母航空戦力を消耗した後も、 健在だった巡洋艦と駆逐艦を持って日本艦隊に接近し、野戦を行うことは可能であり、それを行わず南に退避したフレッチャーの指揮は消極的だというものでした。実際には第17任務部隊は、給油艦ネオショーの喪失によって燃料不足に陥っており、フレッチャーの判断は一概に消極的とは言えないものでした。三五回海戦において、確かにフレッチャーは多くの戦術的ミスを犯しましたが、 それは戦いの奇数に決定的影響を与えるものではありませんでした。サンゴ海海戦において、アメリカ側が決定的勝利を得られなかった最大の理由は、太平洋艦隊で使用可能な4隻の空母のうち、2隻がドリットル空襲に使用されたため、産後ゴ海に2隻の空母しか派遣できなかったためでした。ルーズベルト大統領や陸軍首脳と共に、軍事的成果の乏しいドリットル空襲を推進したキングが、 自らのの作戦レベルでの判断ミスを棚に上げ、思うような結果にならなかった責任の所在を、前線指揮官の消極性に求めるこの態度は、連合艦隊司令部の井上中将への態度とまさしく同じものでした。日米海軍双方の首脳が見せたこうした態度は、ある意味においては、サン海海戦の革新性を象徴するものでした。よく知られているように、サン海海戦は対抗する両艦隊が、 互いに相手の艦を視界内に入れずに行われた史上初の戦いでした。そして、空母のエアカバーを失った艦隊は、たとえ他の艦艇が全く無傷の状態であっても、戦場から退却を余儀なくされるという点でも、その後の太平洋における日米海軍の戦いを先取りするものでした。山本長官の井上中将への批判、およびキング大将のフレッチャー少将への批判は、サン海,海戦のこうした革新性を理解せず、 艦隊の退却を前線指揮官の消極性によるものと解釈した結果でした空母のエアカバーを失った艦隊の退却が指揮官の消極性によるものではなく太平洋における海戦の新しい形であることを日米海軍首脳が完全に認識するのは約1ヶ月後のミッドウェー海戦の後になります産後海海戦は日米双方が空母戦力の集中を怠った結果 双方とも早期に戦力不足に陥り、いずれもが勝利を出張し得るような結果に終わりました。しかし、海戦の勝敗以上に重要だったのは、この海戦がその後の日米戦争の推移に与えた影響でした。まず、MO 作戦中止により、ポートモレスビーはニューギニアの連合国軍拠点として維持され、ラバウルの日本海軍航空戦力との航空消耗戦が継続することになります。1942年8月に アメリカ海軍と海兵隊の戦力がソロモン諸島ガダルカナルに上陸すると、ラバウルはニューギニアのアメリカ陸軍を中心とした戦力と、ソロモン諸島のアメリカ海軍を中心とした戦力の双方と対峙することになります。アメリカ陸海軍による二方面からの攻勢を受け止める、奥義の要に位置するラバウルの日本軍航空戦力は、ラバウル航空隊と謳われ、1944年初頭まで激烈な航空消耗戦を展開することになります。 また、産後ゴ海海戦は、約1ヶ月後のミッドウェー海戦に、極めて大きな影響を与えました。まず、産後ゴ海海戦に参加したゴ航戦船は、MI 作戦への参加が不可能となりました。大破した昇格は、5月10日にトラックを出港し、17日には呉に入港しますが、修理を終えたのは、ミッドウェー海戦終了後の6月27日でした。また、瑞格は作戦延期後、 ラバウルへの戦闘機輸送に従事した後5月21日にクレに帰還しましたが所属航空部隊の壊滅を理由に5月27日の MI 作戦への機動部隊出撃には同行しませんでしたさらに5号線の2隻の空母が MI 作戦に参加しなかったことにより原中一少将以下5号線司令部も MI 作戦に不参加となりますこの結果彼らが35回戦で大きな犠牲を払いつつ学んだ 貴重な経験は mi 作戦で機動部隊を指揮する第1航空艦隊司令部には全く継承されず、1航艦司令部は空母対空母の戦いについて、全く未経験の初心者として、ミッドウェー海戦を戦うことになります。作敵の混乱、艦隊防空の弱体、被弾時の空母の脆弱性など、5航船司令部が35回海戦で直面したいくつかの問題は、ミッドウェー海戦にも共通するものであり、彼らの経験と、 そこから得た教訓が一航艦司令部に共有されていれば、ミッドウェイ海戦の結果を変えた可能性すらありました。しかし、五航戦司令部の上官する隋格の内地祈祷は5月21日であり、27日の出撃に備え、準備と各種打ち合わせに多忙だった一航艦司令部との情報共有の場は設けられませんでした。時間的制約に加え、一航艦司令部の側に、 五功戦司令部の経験から教訓を汲み取ろうという意識が希薄だったこともまた事実です。一航艦の3つの航空戦隊のうち、五交戦は最も連度の低い航空戦隊であり、彼らが三ン海で直面した困難は、五交戦の連度の低さが主な原因であり、一交戦と二交戦を主力とする MI 作戦の機動部隊には、無縁のものであるというのが、彼らの基本認識でした。 史上初の空母決戦である三五回海戦から教訓を汲み取る意欲が希薄だったのは連合艦隊司令部も同様でした5月17日に呉に入港した昇格の被害状況は連合艦隊司令部の関心を引き機動部隊出撃前日の26日連合艦隊司令部は昇格運用長福地兼少佐を機関大和に招き講和を行わせますこの講話で副地少佐は 空母の格納庫に航空機を搭載した状態では、爆弾が一発でも命中すれば、消火が極めて困難となることを説明します。しかしこの26日は空母赤木で、出撃前の最後の打ち合わせが行われており、一航艦司令部及び二航戦司令部の主要スタッフは、赤木の会合に出席していました。また、連合艦隊司令部から、昇格の戦訓を、 出撃前の各部隊に共有させる試みも行われませんでした連合艦隊司令部にとって三ン海海戦の不本意な結果は井上中将の切烈な指揮が原因であり山本長官自らが戦艦部隊を率いて陣頭指揮を取る MI 作戦では同様の事態は発生しないはずでした一方海軍のトップが三ン海海戦の革新性を理解しなかった点では アメリカ海軍は日本海軍と同様でしたが、三五海海戦の経験を教訓化し、ミッドウェー海戦につなげるという点で、日本海軍に大きく水をあけます。三五海海戦で損傷した空母ヨークタウンは、5月10日にトンガのトンガタプに入港、燃料補給と応急修理を終えた後、5月27日には真珠湾に帰島します。真珠湾に帰島したヨークタウンが通常なら 数週間を要する修理を48時間で完了し5月30日には真珠湾を出撃してミッドウェー海域に向かったエピソードは日本でもよく知られていますあまり指摘されないのはヨークタウンがミッドウェー海戦に参加可能となった結果第17任務部隊指揮官フレッチャー・少将がミッドウェー海戦に参加できたことの重要性です第16任務部隊指揮官ハルゼー・中将が急病のために空母エンタープライズを降りた結果 フレッチャーはアメリカ空母部隊の最高指揮官としてミッドウェー海戦を戦うことになりますサンゴ海海戦の戦訓をミッドウェー海戦までに十分に研究する時間がなかった点で日米に違いはありませんでした4月30日に真珠湾を出港しサンゴ海に向かっていた第16任務部隊のホーネットとエンタープライズが真珠湾に寄港したのは5月25日のことであり補給を終えた2隻が ミッドウェー海域に再度出撃したのは5月28日のことでしたこの限られた時間の中で米海軍がサン海海戦の教訓をミッドウェー海戦に反映できた理由はフレッチャーの存在を抜きに考えることはできません確かにサン海海戦において第十七任務部隊指揮官としてのフレッチャーは五航戦の原少将に負けず劣らず多くの戦術的ミスを犯しましたしかし 回戦における原少将の戦術的ミスが教訓として一交艦司令部に受け継がれずミッドウェー海戦で再度同様の過ちが繰り返されるのに対しフレッチャーの35回回戦におけるミスはミッドウェー海戦ではフレッチャー本人によって修正され同様のミスは繰り返されませんでしたフレッチャーの留任に大きな役割を果たしたのは直属の上司である太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ大将でした フレッチャーの消極性を批判し、彼の鋼鉄も辞さない勢いのキングに対し、ニミッツは、米艦隊の燃料不足、日本艦隊の位置情報の不正確さ、レキシントン上院救助による各艦船の混乱など、当時、第17任務部隊の置かれていた事情を理解し、フレッチャーを擁護しました。多くの日米海軍首脳と異なり、ニミッツは、35回海,海戦の結果について、確かな手応えを感じていました。一つは 海戦以来続いてきた日本軍の侵攻作戦を初めて阻止しえた点ですサン海でのレキシントン喪失は太平洋艦隊にとって大きな痛手でしたがそれでも米豪連絡船維持という米太平洋艦隊の戦略目標は達成されましたまた太平洋艦隊戦闘情報班通称ハイポによる通信情報解析が信頼に足るものであると判明したことも大きな成果でした 動画ンゴ海海戦1で述べたようにサンゴ海海戦時点でのハイポの暗号解読は不完全なものであり米艦隊に戦術的優位をもたらすレベルにはありませんでしたがニミッツは日本側の侵攻作戦を事前に把握しポートモレスビー攻略を阻止できたという点を高く評価していましたサンゴ海海戦はニミッツにとってキングの単なるパペットではない独自のリーダーシップを確立するきっかけとなった戦いでもありました フレッチャーと同じく、海軍省航海局出身であったニミッツを、キングは当初全く信用せず、1941年12月31日のニミッツの太平洋艦隊司令長官着任以降、約4か月近く、太平洋艦隊の各部隊への指示は、しばしばニミッツの頭越しに、キングから直接行われていました。しかし、ハイポの通信解析という独自の情報源を得たニミッツは、産後回回戦を契機として、 次第にゴーガン不損で鋼鉄人事を連発するキングに対しニミッツのリーダーシップははるかに温まで強調的なものでした前任のキンメル長官のスタッフだった情報将校エドウィン・レイトン少佐を留任させたことはハイポの暗号解読の成功に貢献しまた空母任務部隊指揮官としてフレッチャーを留任させたことはミッドウェー海戦の勝利に大きく貢献することになります 2、3つのリーダーシップ、ハイポの暗号解読の進行、そして空母同士の戦いについてのフレッチャーの経験。3、5海海戦は、ミッドウェイ海戦での米軍勝利に不可欠だった、こうした要素が確立される契機となった戦いでもありました。3、5回海戦に関しては、空母レキシントンを撃沈した日本側の戦術的勝利であり、 同時にポートモレスビー攻略を阻止したアメリカ側の戦略的勝利であるという言い方がしばしばなされますしかしこの海戦単独で勝敗を論じることに大きな意味はなく重要なのはこの海戦がその後の太平洋での日米の戦いにどのような影響を与えたかという点ですこの点において産後海海戦は日本側の戦術的勝利とは言い難いものでした 三五海,海戦における五航戦の戦術的教訓が一航艦に引き継がれなかった結果、機動部隊は3号海海戦とミッドウェー海戦の二つの海戦を、空母同士の戦いの初心者としてそれぞれ戦うことになります。日本海軍がミッドウェー海戦の敗北から多くの戦術的教訓を学ぶのは、アメリカ海軍が3号海海戦から同様のことを学んでから約1ヶ月後のことでした。 空母同士の戦いについての日米海軍の学習速度の差はたった一つの海戦時間にして約1ヶ月の差に過ぎないものでしたしかし太平洋の日米の戦いにおいてこの1ヶ月の差は永久に挽回不可能な重大な結果をもたらすことになります